Thank you.
意外に硬い。ボーカルとベースはベースの彼とか普通の仕事できなさそうだけどね。できる。あ、今あの棒振りやってる。棒振りって何？工事中の音。それであの赤いやつたくさん入手してる。違う。それはまた違うやつ。違う若手がそういうのやってる時の持ってこいやつ。そう、片っ端からその紹介の仕方やめようよ。怖いな。怖い。横浜のドンだ。そうそう。入り陣されてるんだよ。ちょっとこれ。ちょっとこれ。ちょっと。したなと思ったら、箱ですから、ね、油断できない人種で言うか。ゾイ、喉が開いた。そんな言ったことないよ。よかった、国岡君がいて。国岡に頼んでって言えるから。怖いがもう。すごい意外なとこにいるよね、車持ってる人って。いや、そう、人にもよると思うけど。最近良くないなって思って、あれのせいでもうメンテになってるもんな。いや、それは車持ってないとメンテにはならないから。やばい。聖職違反ないの？大丈夫？とりあえずもう中堅は片っ端から。Yeah.
渋谷のクラブエリアでライブをやります。で、そのチケットが今日売ってるんだっけ。売っているので、買って帰ってください。あと今日は、まあ、今まで対バンは何回もやってるんだけど、念願のワープ VS 春ということで、今日は終わったら着替えてワープを見れるっていうのがね、私はすごい嬉しくて、なんかいっぱい対バンがあるとさ、なんか楽屋すごいごちゃごちゃして対バンとか見てる余裕がないわけ。でもなんかね、今日はじっくり見てやるぞという気合で来たんですけど、ってやること忘れてたわけじゃないんだけどね。ということで、ワープの皆さんどうもありがとうございます。ってどこにいるんだろうか。楽屋にいるのかな。アンテナ立ってるよ、アンテナ。とりあえず言うことはこれぐらい言えばいいのという感じで、次の曲に行きます。
今日ね、私たちがね、こっちに来るときはすごい雨が降っていて、これは客来ねえんじゃないのとか思ってたんですけど、みんなが来るときって雨降ってた？ポツポツ？土砂降りじゃなかった？よかったね。すごかったんだから、もう雷バチバチ鳴ってるし、まあでも私はちゃっかり車に乗っけてもらったから全然 OK だったんだけど、横浜だからね、ちょっとこっち方面の人はたまには東京じゃなくてラッキーっていう子もいると思うんだけど、東京の方の人はね、結構ね、帰りも大変だし、わざわざ来るのはどうしようかなとか思ったと思うんだけど、次はね、さっきも言ったように渋谷でやるので、その時もまた来てください。もうあと4曲か。はい、we'll be right back.
なんか喋って。なんでバラすんだろう。ちょっと一曲。手の内全部喋っちゃダメだよってことで一曲かけるI'm not afraid to die.
最後の回だけ。おお、じゃあみんなあの何、あのさ、こんにゃくゼリーみたいにこんにゃく、これで食べたらこうやって。かなり似てる味なので、あのね、小豆のやつと黒豆。ね、今日も可愛い格好してるね。ありがとうございます。これも作ったとか。そうそう。で、このサンダルはいつくれるんだ？食べる。もっと早く行ってよ。そうですね。今決めてる。なんかあったよね。無理じゃないですか。はい。あ、無理だ。なんかそんなでかいのがあったの。ここにもあるじゃん。なんだよ。あの、大丈夫。夏は麦茶。麦茶。はい。何でもないし、おちょっと。雨。あ、ありがとうございます。全然見えてなかった。全然見えてなかった。行けてないよ。後で怒られるんだろうなっていう感じ。寂しい言葉で。何ここに B1、B2、B6 ねえ。ありがとう。電池のないデジカメを。アップになっております。一緒に写真撮ったことないんだよ。あ、そうなん。いつも撮ってくれてるからね、同じフレーム内に収まる。あ、やばい、すごい。ちょっと待って、ね、私カメラ目線してないよ、今。電池見たら私ね。ごめん、電池なくなっちゃった。おい、どうすん。1枚しか撮れなかった。本当に言ってんの？マジで言ってんの？あんた本当に最悪やな。本当に最悪なんですけど。全然変なもんですよね。私こっち向いてるじゃん。あ、こっち向いてるじゃん。信じられない。天命はそんなものこだわらない。あの可能天命ね。説明先生もわかんないっていう。役付きでございますね。面白い。面白い。美味しいね、この飴。美味しい。甘くない？甘いけど。疲れてる時には甘い。いいよ。美味しいですよ。今50個持ってるからこれ1本でだよね。1個に50個なのかな。1個に50個だとこれ真ん中の方にいっぱいビタミン C 入ってそうな感じ。そうかな。なんか途中ですごい酸っぱいのが出てきそう。中の方にちょっと隠し玉として入ってそうな感じ。1個に含まれるビタミン C は 20mg ですだから50倍で1000ではあるんだと思いました。これって10粒ですから、やっぱ1個だと5粒だ。あ、5粒だ。あ、じゃあ今こうカーって飲んだ。笑われちゃった。5個で、1個で。カリ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 。ワープって初めて見たけど、かっこいいですね。でしょ？歌も上手だし声もいいとか思いながら聞いた。今度これやらなきゃ一緒に。そう私やってましたよ、一番後ろで。あの振りは覚えなくちゃ、二の腕細くしなきゃとか思って。この二の腕をとか思って。そう。あのテープが欲しいと思って、あのテープがあれ欲しいとか思ってね、一度ねどっかで売ってるの見かけたのにね、買いそびれてるから。そう、あれ欲しい。リンの濃いらしい。だってリアルゴールだ。リアルゴールだって。別名オルナミンシー。え、そうなの？中身同じなの？そうですか。オロナミシーだと思って飲んで。目つぶんなきゃいけない。おろしです。ちょっとオロナミシーが大人っぽい味だった。大人っぽい味だって。私オロナミシー目つぶらなきゃ。私オロナミシーが分かんないよね。そう。
髪型と色、そうなんですよ。